ようございます、グローリーです。本日はですね、待ちに待った本当にお待たせしました、試合 Vlog ということで、1月の末か、大怪我をして手術をしまして、長らくリハビリ期間が続いてて、やっと本日サッカーができると、まあ、まだ制限はついてるんですけど、一応練習試合に復帰ができるということで、本当に皆さんにはだいぶお待たせして皆さんにはだいぶお待たせしたと思うんですけど、久しぶりの復帰戦の一日を今日は届けていきたいなと思います。ほなね、早速準備していきましょう。グローリーチャンネル、朝の口はしっかり臭いんでね、綺麗に磨いていきたいと思います。はい、皆さんお久しぶりでございます。僕の試合前のルーティンと言ったらうどんということでね、もうこれやるのいつぶり、マジでほんまに去年ぶりよ、めっちゃ久しぶり。ほら、朝のルーティンうどんやっていきたいと思います。うどん作りながらね、ちょっとね、久しぶりの試合への意気込みというかちょっと話したいと思うんですけど、大怪我をしてほんま歩かれへん状態からリハビリが始まって、ぐらいほんまにもう長かったんですよ、マジで。で、楽しみすぎて、もう昨日もちょっと寝れんくて、もうやばい、なんか少年みたいな。ちょっともうね、何が楽しみやったかっていうとね、これなんですよね。ちょっとうどんルーティンするのがすごい楽しみで、これをすることによって試合やっていう感じがするんですよ。これ来るの6ヶ月ぶりなんで、俺久しぶりにこのねルーティンできることに俺はねもう感激してます。やばい、もう言い表されてる。Amen。いただきます。久しぶりのうどんルーティン、あら、うますぎた。帰ってきた日常って感じ。ほんまはこっから試合に行く準備とか物とか、久しぶりにねルーティン動画を撮ろうと思ってたんですけど、久しぶりすぎてこの試合の日の撮影とこの緊張感とタイムスケジュールがうまいこと立てれずに、あと5分後に家出ないともう遅刻なんですよ。だから次の場面はもういろいろ準備してるの撮る時間ないから家出る場面になります。すいません。ではレッツゴー。ルカク、なんとかグラウンドに間に合いました。焦った、マジでタイムスケジュール組めてなくて鬼テンパっててマジで焦った。今からは福井に向かっていきます。チームのバスで福井に向かって福井ユナイテッドと今日は試合していきたいと思います。また詳細は移動しながら話していきたいなと思います。次に邪魔なんかどうします。ちょっと恥ずかしがって隠れんなよ。やっと移動で落ち着いたんで、今日の詳細というかね、あれなんですけど、ハピネスフェスということで、福井ユナイテッドと今日は福井で試合をしていきたいと思います。久しぶりの復帰戦ということでね、制限はまだついてるんですけど、出場時間ってね15分ぐらいは出れると思うので、昨今も切り楽しんでいきたいと思います。これ全部音声は切るけど、音声は切るけど。なぜか今グラウンドついてピッチ確認して、ピッチ立ってて、ここまでマジで長かったし、今日制限はあるけどプレーできるってことで、今日スタートにやっと立てるっていう感じなんで、今日ももちろん試合なんで結果を残すってことも大事なんですけど、まずは本当に怪我をしない、ここでぶり返すみたいなことが起きるとまたしんどいシーズンというか、今後の残り数試合に出場できない可能性があるので、まずは怪我を繰り返さない、その上でコンディションを上げて結果を目指す、そういった日に今日はしたいと思います。じゃあ準備していきたいと思います。
なんかちょっと音聞こえるわ。すげえすげえ。福井のユナイテッドのマスコット？これが福井の県の。あ、県のマスコット。県のマスコットらしい。県の。そう、選手じゃない。291番。おお、すごい。ちゃんと登録もされてます。変なに絡まれてもらう。ルカク。No use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you.旅を終えて滋賀に着きました。疲れたわさすがに。今からもう家に帰ってケアとかをしていきたいと思います。ではまた。今日一日が終わりました。本日は試合 Vlog ということで、1月の末に親指の上の腱を断裂してしまうという大怪我があって、そっから約7ヶ月ぶりの試合ということでね、本当にもう今シーズン始まってからだいぶ経ってしまったんですけど、今日は15分しか出れないってあれやったんですけど、練習試合に復帰ができたということで、ほんまにここまで来るのに時間もかかったし、リハビリも全てうまいこと言ってるわけじゃなくて、復帰するまでに怪我がぶり返してしまったり、腱の周りの癒着が取れなくて、長
引いたりと、本当に苦しいリハビリの期間が続いていて、今日やっとピッチに立った時、ほんま泣きそうになったというか、練習試合やし公式戦に復帰したわけではないんですけど、それでもサッカーができてるっていうことにほんまになんか幸せな気持ちになってピッチに入っていけて、やっとリハビリが終えてスタートラインに立てたのかなと思います。プレーの面で言うと、やっぱり7ヶ月ぐらい試合から離れていて、今日対外試合したのが去年の11月ぐらいから最後の方を 3,4 試合ぐらいはメンバーも入れてなかったんで、実質ほんまに10ヶ月ぶりぐらいに他のチームとの試合に挑んだって感じなんですけど、やっぱりもちろん試合感っていうのもないですし、コンディションの面でも自分の思ってる動きができなかったり重たかったり、体力の面でもそうですし、15分でやっぱりしんどかったし、ほんまにまだまだやなっていうのはすごく感じたんですけど、この怪我してる間に今自分がこのチームに戻った時にどういうポジションでどういう風に入っていくべきなのかっていうのをすごく考えていて、半年間サッカーできてなかったっていうのもありますし、90分フルでガンガン走るっていう選手になるっていう風に持っていくよりかは、高さを使ったり圧倒的なパワーを使ったり途中交代とかで流れを持っていけるような選手になるのが、僕の中では大怪我した時点で目標というか自分の中でイメージしてリハビリも取り組んできて、自分の強さだったりそういう面をもっともっと活かせれるような、短い時間かもしれないけどそこでもっと活かせれるような選手になって復活しようと思ったんで、今日そこはあのプレーでは出せたかなと思います。得点っていうのはね、まだちょっと厳しかったんですけど、15分で明らかにパワーの面とか自分のプレースタイル、そういうものは示せれたのかなとは思います。あとはコンディションの面だったり、そういう面をもっともっと上げていって、後期のシーズンが始まるのが3週間ぐらいあるんで、そこまでにはもっともっとコンディション上げて公式戦に本当に絡んでいける選手になっていきたいなと思います。まあ今日はこんな感じで終わるんですけど、何よりも今日思ったのは、サッカーってめっちゃ楽しいし、怪我が繰り返すこともなく、また明日からもトレーニングできるんで良かったなっていう気持ちあるんですけど、まあほんまになんか YouTube やからカッコつけるとかじゃないんですけど、やっぱりサッカーめっちゃ好きなんやなって今日思いましたね。自分の中でサッカーがね、6、7ヶ月の間でこんなに感情が揺れる時ってないし、いいプレーできたら嬉しいとか取られて悔しいとか、そういうのがすごいこう出てくるのってやっぱサッカーしかないんですよね。サッカーしてる自分が本来の姿やなと思ったし、これからも自分のいいプレーとか YouTube を通して得点取っていってるとか、試合に絡んでいってるとか、大怪我してだいぶスタート遅れましたけど、1年終わった時に最高なサクセスストーリーになってるように頑張っていきたいと思います。では明日に備えて今日は寝ていきたいと思います。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では皆さん、バーイ。